皆さんごきげんよう、はい、小島です。小島先生、はい、前肢、うん、側切歯片側の1本が生まれつき欠損しています、まあ、多いよね。そのため現在は上顎の前肢の正中が顔と大きくずれているのが悩みです、うん、このない方にこうずれちゃうからね、うん、こうやってね。どのように正中を合わせたらいいでしょうか。今日の内容をね、最後まで見ていただくと、正中線が合ってない欠損が原因で困っている方、どういうふうに直せばいいのかが分かりますので、ぜひ最後までご覧ください。まず一つは、そのないところに歯がこう押し込まれて入ってきちゃって、正中がずれちゃうわけよね。奥の歯をね、この後ろにどんどん送っていってあげて、正中を合わせて、最後ここの空間にブリッジもしくはインプラントを作る方法が一つでしょ。で、二つ目が、このずれちゃってるある方の第一小臼歯を抜歯して、で犬歯をそのスペースに持ってくる、前歯を持ってくる、でこのないところにスペースを作ってあげて、ブリッジかインプラントをする。で最後は外科矯正だよね、うん、外科矯正の場合はこの上のね、これのね、ここの部分を、このお鼻の離乗口って言うんですけどね、ここの部分から切除してクッと回転させてあげて直すと、ちょっと一発で治るよね。やっぱりこれ6前肢あった方がいいからね。理想的にはやっぱり4番歯しか、この奥を一つずつ後ろに送るか、最後外科でこう直すか、うん、スペースを作ることの方が多いってことですね。正中がずれてる悩みの場合でしょ、うん、今の場合はね、はい、例えば正中が合ってて2番がないとするじゃない、うん、はい、そしたら3が来てるはずなんですよ、はい、そしたら正中の問題がないからこの質問来ないはずなんだよ、うん、で正中がずれちゃってて2番がなくてってことは、うん、正中をとにかく合わせなきゃダメじゃない。ということはこう持ってきて、そのまま2番持ってきてもいいんだけど、持ってきたら空間できるよね、はい、で正中を気にする方ってどういう人かっていうと、やっぱりシンメトリーにしなきゃダメなんだよ。左右対称じゃないと、うん、だから3、2、1、1、2、3にしなきゃダメだと思う、はい、3、2、1、1、3だと多分そ、はい、次そこが気になっちゃうと思うね、はい、2006年かな、アメリカの矯正歯科学会でね、論文であるんですけど、このお顔の正中と上顎のこの正中がこの4ミリ以上離れてる差があると、ちょっとこう見た目の審美性が下がるっていうのが論文であるんですよ。でそれを考えると、その4ミリ以内に持っていってあげなきゃいけないのがあって、でその時に多分気になってるところが4ミリ以上だと思うから、はい、動かすと空間はできるんじゃないかなと思うね、まあ、ヴィンセント・コキッチ先生の論文ですごく有名なんですけど、まあ、その論文を元にお話しすると、4ミリ以内で持ってくるといいんじゃないかなと。で矯正で持ってくるのが2つの方法、あともう1つは外科的な矯正で持ってくる方法と、はい、こんな感じですけど、はい、あと欠損の部分がこう、うん、スペースが広がって、うんうん、そこに歯を入れる方法は、うん、どんな方法がありますか。人工歯根のインプラントっていうのを入れるのが1つでしょ。でこれのメリットは、両サイドの歯にダメージがいかないよね。両サイドの歯が削られることもないしね。でブリッジだと両サイドの歯を削ってかぶせ物をするか、もしくは接着性ブリッジみたいなのがあってね、うん、表側そのままに残しておいて裏側だけ少し削ってあげて貼り付けるのもあるんですけど、両サイドの歯にくっついてるっていうのがあるんで、両サイドに負担がちょっといっちゃうわけね、うん、そこがインプラントと違うところですね、はい、うん、今の内容でご満足していただける方はぜひ高評価ボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。あと概要欄のオンラインサロンのリンクが貼ってあります。実際の症例をね、解説しながらお話しますので、ぜひそちらの方もチェックしてみてください。それでは皆さんごきげんよう。またね。